サッカーファンの皆さん、こんにちは。今日の舞台となるアルベイトスタジアムでは、試合開始を待つサポーターのボルテージが徐々に高まってきています。実況は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。 FIFA ワールドカップ準決勝となるこの一戦、日本がアルゼンチンと対戦します。ついにベスト4同士の戦いですか。ワクワクするようなカードになりましたね。決勝進出をかけた勝負です。目の離せない試合になるでしょう。遠藤、ここでフィニッシュか。キーパーがダイビングセーブを見せました。このコーナーは誰に蹴るか。これはクリアが甘い。ピンチが続きます。ここでインターセプト、ナイスカットです。福西さん、メッシはどこを注目すればいいでしょうか。決定力があります。どんな状況でもらってもしっかり決めますね。セーブした。キーパーのナイスプレー。ショートコーナーを選択。カットインした。切り込んでいきます。フリアン・アルバレス、エンソ・フェルナンデス、ボールを奪い返しました。デパウル、ゴールを狙う。ここはキーパーが出てきて拾いました。ここでカットしました。ロドリゴ・デパウル、ドリブルで進みます。このシュートで勝ち越せるか。来た。決勝進出をかけた大事な舞台でチームは先制ゴールを挙げました。リプレイを見てみましょうか。ボールを奪い、一気に相手ゴールへと攻め上がります。そして強烈なミドルを決めてきました。いや、改めて見ても本当にすごいシュートです。さて、アルゼンチンボールのキックオフです。1点も追いつくために反撃開始となるのか。メッシ、ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。アルバレス、同点ゴールか。キーパーの好判断です。ゴールを許しません。おっと、副審がオフサイドを取ったようです。しかし素晴らしいセーブでした。ボールポゼッションを守れません。伊東純也、ボールを運びゴールに襲いかかります。南野、これは狙えます。止める。止めます。コーナーから中へ、マルティネスが難なくセーブしました。ナイスタックル。ボールを取り返しました。アルバレス、ここでうまく対処します。三笘、日本がアタッキングサードで組み立てていきます。おっと、相手へパスしたような形になりました。さあ、カウンターを仕掛けるか。
チャンスに見えたカウンターでしたが、ここまでです。ボールを失いました。メッシ、このシュートはディフェンスがブロックしています。アルゼンチンのコーナーキックになりました。同点に追いつくチャンスです。短くパス、ロメロ、フェルナンデス、味方に合いません。キーパーが難なく処理しました。アルバレス、ロドリコ・デパウリュ、試合はゴールキックから再開となります。伊東純也、アルゼンチンのスローインです。日本がパスをカットされました。アクーニャ、伊東純也、遠藤、カットされます。ディフェンダーが読んでいました。さて、前半終了の時間が近づいてきました。ここまで日本が僅差でリードしています。同点で前半を終えるか、僅差とはいえリードして終えられるかでは大きな違いがあります。とにかくこの1点をしっかり守ってハーフタイムを迎えたいですね。マルコス・アクーニャ、インターセプトします。マルコス・アクーニャ、アレクシス・マクアリステル、アディショナルタイムは1分との表示。なんとか追いついてボールをキープします。さあチャンスとなるか、さあ決められるか、決まった、ゴール。決勝進出をかけた試合でチームはリードを2点に広げました。映像が来ました。このスルーパスは味方をよく見ていましたね。至近距離ですから落ち着いて合わせるだけでしたね。アルベイトスタジアムで行われているこの一戦はハーフタイムを迎えました。さあ再びキックオフです。アルゼンチンは前半だけでかなりのリードを許してしまいました。ここから巻き返さねばなりません。ここでなんとかボールに寄せてきました。裏を狙ったパス、通ればチャンスだ。アレクシス・マクアリステル、キーパーが見事にセーブしました。ボールはエリアへ、このボレーは大きく外れました。決まっていればスーパーゴールでしたが、タイミングがうまく合わなかったようですね。さあフレッシュな選手が入ります。
南野拓実。さあ富安へ、このプレーはオフサイドです。アルゼンチンが選手を投入します。ロドリコ・デパウル、スライディングで行く、レフェリーが日本のフリーキックを指示しました。日本がボールを失いました。ラウタロ、フェルナンデス、長友佑都、南野、シュート、このシュートはキーパーが難なくセーブ。フェルナンデス、メッシに注目しましょう。プレーオンです。アルゼンチンへのアドバンテージ。フェルナンデス、ディフェンスがうまく対応。メッシ、パスがつながる。ゴールを奪い1点差に追いつけるか。プロフェッショナルファールでしょうか。カードもありえます。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。アルゼンチン選手交代です。さあどうだ。今のはよくセーブしましたね。キーパーの好判断です。アルゼンチンのコーナーキックです。ショートコーナーを選びました。パレです。ロメロへ。ラウタロ。パレです。もう少し行けたような気がした攻撃でしたね。カウンターのチャンスが巡ってきた。チャンス来た。キーパーがボールを弾いた。ここはクリアします。南野、ブロックしました。ディマリア、いいタックルでしたがスローインになりました。ディマリア、デパウルに渡る。ラウタロ・マルティネス、日本がパスをカットされました。アルゼンチン仕掛けてきますか。カウンターを狙っても面白そうです。打った。キーパーが難なくキャッチしました。フェルナンデス、ボールはメッシへ。ロドリコ・デパウル、スルーパスが味方に通る。キーパーがっちりとキャッチ。残り時間は15分です。これはオフサイド。絶好のチャンスだけに惜しかったですね。ディフェンス陣のうまい連携で攻撃を止めます。南野、
いいところに出します。つながればチャンスでしたが、オフサイドフラッグが上がっています。もう少しオフサイドラインを意識すべきでしたね。動き出すのが早すぎました。メッシ、パレです。旗が上がりました。オフサイドです。さて試合は終盤を迎えていますが、日本はここまでかなりのリードを築いています。2点リードと勝利へ向かって万全の体制ですね。ただ失点すると追いつかれる可能性が出てくるので、最後まで油断は禁物です。これは明らかなオフサイドです。まあそうですね、オンサイド側に戻ろうとしたところにパスが来ちゃいました。あそこに出しちゃダメですね。残り時間は5分です。ボールを前に運びます。ディマリア、2点ビハインドの中、ここでシュートチャンス。キーパーが止めた。これは素晴らしい反応です。コーナーキックを蹴った。クリアが小さい。これを守りきれるのか。ゴールならず、キーパーがセーブ。コーナーポストにキッカーが向かいます。このコーナーはキーパーが軽く抑えました。リオネル・メッシ、メッシにチャンス。決まった。ゴール。試合終盤にして相手チームとの差はこれで1点。最後まで勝負の行方は分かりません。さあ冨安へ。試合も終盤、勝利が見えています。ミスが出やすい場面ですが、ボールを失いません。伊藤、試合終了のホイッスル。日本が準決勝を制し、決勝に駒を進めました。接戦でしたが、1点をしっかりと守りきりました。選手一人一人がしっかり自分の役割を果たして掴んだ勝利でしょう。これで残るは決勝ですね。次も頑張ってください。今日の試合、この選手の光るプレーが数多くありました。目立っていた選手の一人です。見事な働きでした。決めた1点は勝利に大きな役割を果たしました。